株式会社オペリ代表取締役 CEO の澤田と申します。私たち株式会社オペリでは、医療現場における業務効率化を支援するサービス、ポケサポの開発運営をしています。ポケサポというのは、入院案内だったり検査案内など同じ説明を違う患者さんに行う内容を LINE アプリを用いて半自動で実行するサービスになっています。動画やテキストメッセージを活用して、病院と患者さんがいつでも好きな時につながれる非同期のコミュニケーションアプリを目指しています。病院では患者さんの病状を含めた非常にこう機密性の高い個人情報を扱います。そのためセキュリティの視点から病院内の基幹システムと外部システムを連携する際には非常に高いハードルがありました。で、私たちクラウドサービスであるポケサポも病院内基幹システムとの直接の連携が難しいので、ポケサポ上にある患者さんの情報というものも限られた病院スタッフにしか閲覧できない状況でした。やはり個人情報であっても、そうした情報を電子カルテに取り込みたいというニーズは現場にあるんですけれども、それらの情報を探して別のシステムに転記していくという作業は非常に手間と時間がかかっていました。そこで過去にも別サービスで活用していたエプソンコネクトによる印刷とスキャンの組み合わせでこの課題を解決することにしました。ポケサポのクラウド上に保存されている患者情報やコミュニケーション履歴のうち、 LINE 当日に確認が必要な情報を病院内にあるプリンターに毎日決まった時間に自動で印刷されるようにしています。その後、印刷された情報をスキャン取り込みするという形で画像データとして取り込んで電子カルテに一元管理するということができています。これは基幹システムのセキュリティに穴を開けられないという病院の現状に寄り添いながら、今できる最適解の一つだと考えています。病院では今現在すでに紹介状などの紙の書類をスキャンニングして電子カルテに一元管理するという業務フローがありました。そのためポケサポデータ患者情報の取り込みを業務負荷を上げることなく行うことができました。これらの結果、病院スタッフが毎回行っていた情報の転記作業が減って、業務負荷軽減に大きく貢献することができました。これまでは病院の方は患者さんに調査票というものを渡して、患者さんに体調だったり体温の情報を提出を依頼していました。ただそうするとうっかり患者さんが忘れてしまうということもあったんですね。そこでポケサポとエプソンコネクトをうまく活用することによって、ポケサポが情報の入力をリマインドして、エプソンコネクトが入院当日の朝にその情報を印刷して、そして電子カルテに取り込むという一連のフローがとっても流れやすくなったと、そういったご好評の声をいただいています。現在も病院では様々な患者情報を転記作業によって一元管理しています。今は調査票の情報を連携できるようになりましたが、今後はお薬手帳など今も転記作業が残っている様々な情報を対象に、オペレーションワークフローの改善を進めていきたいと思っています。